主面は、ブルガリア北東部の都市。主面州の州都で、オスマン帝国時代は、シュムヌ、1950年から1965年にかけて政治家であるバシルコラロフにちなんでコラロブグラトと呼ばれていた。人口は2006年現在103,016人である。メンは、 バルナから西へ8 0トル離れた丘陵地帯に開けたバルカン半島の東側に位置する都市である。主面からは北側へ、ドナウカ藩の都市であるルセ、シリストラ、ドブロジャ地域へ、東側のバルナ、バル地区などへそれぞれ放射状に道路が伸びている。主面では紀元前より要塞が築かれていた。トラキア人やローマによっても様々な要塞が築かれている。 811年にニケフォーロス一世によって主面は焼き払われ、1087年にはアレクシオス一世、コムネノスの軍によって包囲されている。市名を日世地制下の866年から927年にかけての期間が、ブルガリア文化にとっての黄金期で、主面は文化や宗教の中心地であった。15世紀まで市外は、 主面要塞の周りに広がっており洗練された防衛設備や宗教施設、建物が存在した。1380年代後半、オスマン帝国皇帝である村と一世の軍勢が、ブルガリアへの侵攻を徐々に進めている時代であった。1444年、ブワディスワフ三世の十字軍が、村と二世のオスマン軍に破れ死街は破壊され、現在の地に移っている。世紀。 防壁は拡張された。1774年、1810年、1828年と3度のロシアからの攻撃を受けるが、いずれも失敗に終わっている。その結果、オスマンは勝利を意味するガジの名を得ている。1854年、オスマン帝国将軍であるオマールパシャはクリミア戦争のため守念に駐屯地を置いた。19世紀、は、 ブルガリア祖国回復の中心地であった。1878年、大ブルガリア公国が成立する。ありがとうございます。